夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。お見かけの本を置き、どこから来たんだいと笑う、目隠ししたまんまのここ3時です。世界は案外シンプルで複雑に回復した、私なんて誰に理解もされないまま、街外れ森の中、人の見つけないこの家を訪れる人などいないわけで、目を合わせ長く固まった心、一人ぼっちで諦めて何に映ったものに安堵する日々は、物語の中でしか知らない世界に少し憧れることくらい許してくれますか。淡々と流れ出して生まれてしまったり、無事でも案外人生なんで、私の中じゃ照れ時の未来を想像して膨らむ世界は強化したでもノックしてくれない。僕だって石になってしまうと